が適当に合わせて俺にもくれ拾ってやる。夜明けだ。キリュウは橘を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ、うん、親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱりキリュウは始末します。奴は立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ、では。構いませんよね、クゼの兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといえ桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。お前ら、キリを探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さねえ。生け捕りにして俺の前に出した。へい。人を集めてこい。桐生を見つけたってな。へい。
町中逃げ場はねえってわけだ。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは堂島組でごった返す。逃げりゃしねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程をわきまえろや。Yeah!
ヤクザに追われてるんでしょ、あんた。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよ。あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかない？何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてんのが堂島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。わかった、頼む。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先はどこまで繋がってる？
劇場広場の方に繋がってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。出なきゃ抜け道に使えないものね。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない。ああ、助かった、ありがとう。いつか街を自由に歩けるようになったら今度は客として来る。ごめんね、多分そんな日は来ない。一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえ、バカ。Yeah!
来いよ。さっさと来い。待てこれ、後悔するぞ。今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。ああ本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地、最後まで貫かせてもらう。キリュウ、てめえ、あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな、待ってたぜキリュウ。やっぱクゼナ兄貴はしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。なあ、ゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜキリア。何を言ってるんだあんた。俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待てキリュウ、
俺はおめえに感謝してんだよ。感謝？風間の頭にクゼの兄貴、俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はな、キリュ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ってる。どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ、すげえいいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。世間話を聞くつもりはねえ。早く本題を言ったらどうだ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい、そのゴルフの帰り寄ってきたよ、おめえと錦山の実家に。まさか風間の頭が面倒見てるって話だったから、さぞかし豪華なとこだと思ってたが、ありゃ犬小屋だな。ひまわりだったか、初老の園長さん。お元気だったよ。お前ひまわり何したんだ。まあ落ち着けって、何もしてねえよ。風間の頭の関係者だっつって100万ぼっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だな、あの園長。阿波野、お前おめえ自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。まあそういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。おめえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついたら、まあ悪く思うな。昔から道島組には役割があってな、組の鋭角のは風間組、喧嘩番長久世剣能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は。障害、つまり脅し担当なんだよ。キリュ、俺は久世とは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす、たまには女もつまみ食いしながらな、俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。こっちに来いや、キリュ。田島を俺に売りゃおめえは勝ち組、一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に這い出たばっかりなんだろ。うん、実
牽制無駄にする必要はねえな。脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえよ。おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺は仕事に抜かりねえんだな。さあどうする、キリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろ、俺は行く。何、あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュってね。なら撃たれる方がまだマシだ。通用しねえってことかい。キリュウ、錦、早く乗れ。組の門に見られたらまずい。だがいいから。下げて隠れてろ。粟野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか、俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ町を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。着いたぞ、キリュウ。
錦。ここはどこなんだ。さあな、適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ、まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう、たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん、桐生、お前、組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ、キリュウ。組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやつさんもな。けどせめてお前がひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら、俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよ、こっちみんな忍者ねえよ、キリュウ。頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。
どうした？しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。国道として俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端で意味がねえんだよ。俺だって同じさ。キリュウ、お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせにマジでダセえよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。キリア、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。え？俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだってキリュウ、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのか、この目で確かめてやる。キリュウ。ニシキ、まず俺からけじめつけさせてくれ。お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。大阪蒼天堀の夜を彩るキャバレーグランドの支配人真島五郎。そのきらびやかな表の顔とは裏腹に真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつてカムロ町の極道だった真島は親の意向に逆らったことで組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村誠。しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。
ここは？ええから入れ。ちょっと。座れ。ここって。倉庫や。古いソファやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです。なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か。それはお前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か。知りません。私は何も。あなたは誰なんですか。あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかった。けどお前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前って何者なんや。コウモリの入れ墨言うのは何や。なんでそいつを探っとった。いや、リーさんはリーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた。でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者か分からんが、撃たれる時ちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どの道、お前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば、少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのは何や。なんでその男を探しとる。それはそいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。泉の話なら、リーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな。その話、もっと早い言えや。え？いくら急所外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。嘘も方便ちやつや。
ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。例の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やね。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るやろ。ああ、グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼるや。どっちかの店にだけになれば町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べん。オデッセイだけで試合は盛り上がらんで。なるほど、さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。ああせや、真島藩。ああ、あんたキャバクラにはいかがりますか。キャバクラ、ああ最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうね。キャバクラいうように。まだ行ったことないが、それが。ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんて、よそに知れたら笑われますよ。ほう、そんなええもんなんか。ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやな。そこまで言うんやったらあんたもキャバクラやっとるやないか。台所苦しい言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ、けどあかんかった。何やと。ま、一遍見てきたらええ。あんたにもすぐに分かるはずや。キャバクラを制す者は夜の街を制する。その言葉の意味は。ちーと喋りすぎましたわ。ほな。Watching grenade!